以前この番組で長嶋茂雄語録を取り上げたことあるんですけど、国民栄誉賞をね受賞して、そんな話題もできないなとちょっと思ったんですね。まあ重たい賞やからね、うん、まあ大丈夫でしょ、どんどんやっちゃいましょうそうですか、うん、やっちゃいましょう。あの今まで22回国民栄誉賞って渡されてるんですけど、印象に残ってる人いる？え、22回ってどういうことで、22人ではないの？あのね、今回の受賞も長嶋茂雄、松井秀喜の2人一緒で、うん、なでしこジャパン選ばれたの覚えてる？あ、チームだよね。そうそうそう、あ、そういえばそうや、そうそうそう、だからか回数で言うわけやな、うん、そうそう、まあ、僕が印象に一番残ってるのは、はいはい、まあ、新潟県三条市出身で私と同郷のジャイアントババやな。いや、あの受賞してないから、してない、アポアポ言うてたもん長嶋さんとのつながりはもともと巨人のピッチャーやったっていうことだけですから、ね、うん、あ、そう、うん、まあ、16問キックの素晴らしさが、うん、世界中に影響を与えたんちゃいますか？いや、ちょっと待って、ただの蹴りやのにそれが世界中に影響を与えたらあかんやろ。そうやな、うん、喧嘩になるよな、喧嘩になる。でもほら、ハエの止まるような愛のあるキックだったね。ハエの止まるちゃうねん。あ、ちゃうか。愛よりも見えない権威があったらしいですよ、あれは。あの蹴りにな、うんうん、まあ馬場さんが蹴るからね、社長の蹴りには答えなあかんと倒れなあかんっていうね、そういう誤った経験だな。そこまで露骨に言うたら、うん、あ、言わんでいいのか。ダメダメダメ、あ、ダメか、ダメ、うん、ババさん受賞してませんけど、あ、そう、今までに2人だけ国民栄誉賞をね辞退した人いるんですよ。そこでまあババさんが出てくるわけだ。出てこない、出てこないの、うん、言うよ、うん、チチロー。ちゃちゃちゃ、彼ももらう権利ないから知ってます、イチローや、息子、まだ現役やから、うん、まあ、引退してからにしてっていうことで断ったわけですね。そう、2回もね辞退してるんですよ。すごいね、うん、そしてね、もう1人いるんですよ。大体分かったな、この流れです、うん、ここでまあようやく、うん、出てこへんね、うん、ジャイアント馬場出てこない。あ、そうか、うん、言うたらあかんやん世界のね盗塁王、福本豊さん、ね、まあ、全然興味ないです、ね、いや、ちょっと待ってくれ、全然知らない。ほら、愛すべき日本人ですよ。あ、そう。1983年に中曽根内閣から打診されたけど、うん、こういう理由で断ったんですって。はいはい。そんなもんもろたら達者もできへんなるって。ああ、もう芸人さんですね、うん、あの関西では野球中継の解説してますけど、まあ、おもろい、うん、いやいやいや、あの解説って分かりやすい方が大切でしょ、うん、いや、彼はねおもろいんですよ。おもろい。例えばね、巨人のあの阿部慎之助の全力疾走の姿を見て、うん、一個も前に進んでへんからとかねアナウンサーが、福本さん今のプレーまずいですねって聞かれて、うん、まずいね、うどんの方がよっぽどうまいあとね、フェンス際で失速した打球に、うん、何が足りなかったんでしょうって問われるとね、うん、距離ちゃう？そのまんまやな、うん、でスコアボードにゼロが並んでいるとね、うん、それをねたこ焼きって表現したんですよ。いや、面白いね、うん、まあ、国民栄誉賞の人は長嶋さんもそうですけど、おもろいことを言ったらええねんないや、そうじゃないんですそうじゃないんだ、うん、まあ、そんな愛すべきキャラクターなんですけど、うん、まあ、賞を受賞せずに辞退するね男気と、名誉を受けても高慢にならないその姿がね、ゴスペル的だなと思ったわけですよ。いいね。じゃあ